どうしようです。横落ち2前回の続きからやっていきたいと思います。今回なんですが、ようやく、レジェンド妖怪の、6体目かなの封印が解けます。その名も、うんちくま大辞典でいうところの、はいへいへいへい。ここですね。昆布さん、生ハゲ、漏れ竿、ボーボー、キュービー、オロチ、おならずもの、コメジート。コメジート、オロチをあとトレードで、移します。そうすると、レジェンド召喚レジェンドを消えるんですよ。今からメダル交換しましょう。いやー、募集。地域学園のと交換。あ、無線これか。OK、行こう。いやー、ようやくですね、こいつ、米 G がね、すげー時間かかったんですよね。もう米 G が時間かかりすぎてね。で、あいつ米やから見てたらね、お腹空いてきてね。もうね、何度ね、食欲の誘惑に負けそうになったが。だが、俺らゲットした。よっしゃ。レアじゃねえよ。病人坊。さらば病人坊。来たー野球握りーが来たよ。野球握りーが来ましたです。もういつやのいい顔しておる。まあわしには負けるがの。米じい。よう米じい。きたー。やったー。封印が解けました。ラスト一匹オロチですよ。オロチさん。いやー、ようやくですね。うんちくま。なんかまた変わった妖怪っぽいけどな、見た目はわからんけど。名前がもう明らかになんかヤマタン属性の名前なんやけどな、もう。ヤマタンとかネタバレリな系列の名前しておるよな、完全に。普段。じゃあな、普段。さらばじゃ、普段。さて、あとはおろし。オロチがこうへんぞ。きた！ちょんまげ！もうクソみたいな名前やけど。なんでも OK や。たかがつけたちょんまげ、クソみたいな名前やけど。なんでも OK や。クソちゃうし。クソみたいな名前やけど、ほんま。オロチやオロチや、クソみたいな名前やけど。この場所はいい街だな。連れてきてくれて感謝するぞ。オロチ！オロチ！あっち見て、オロチ。意味わからんな。来たー。震えてますよ。震えてやがるぜ、俺の右手が。よし。来たー。レジェンド、レジェンド、レジェンド召喚。来ましたー。いきます。ポチったら、紋章が光り輝く。ここ、注目、次。なんじゃこいつ。僕のうんちく聞きたい？じゃあ友達になろう。うんちくま。うんちくま。僕のうんちく聞きたい？こんな感じか。なんじゃこいつ。ふざけとやろ、こいつ名前。名前とこの見た目よ。こんなもん俺からしたら、この棒に、うんこをつけとるやつはな、棒にうんこつけたってもう俺の中で一人しかおらへん。これはね、昔コロコロコミックに連載されたコロッケっていう漫画にね、いたんですよ。うんこの棒を持ってたやつがね、その名もプリンプリン。覆面被った超イケメンなんですけどね、覆面被ってるやつなんですよ。知ってるとは知ってる。プリンプリン。結構俺は好きなキャラやったけどな、コロッケの中では。きたー！うんちくま。もうなんか明らかになんかギャグ性の高いモンスターやな、こいつ。まあただ能力は結構やばそうな感じ。お、うすら影。お、ドンドラと組める。え、力たっけ、こいつ。うんちく。敵味方全員の妖術の属性がなくなる。え、なにこれ。属性がなくなる？めっちゃ変わった能力持っとるな、こいつなんか。妖術殺しみたいな感じか、これ、俗に言う。
乱れ好き 12×3 で死神です結構強い。うんざりうんちく地獄、呪いの波動敵全体にダメージ与える、混乱させる効果もある。取り付くうんちくを言わせる、取り付かれたようかうんちくばかりでなかなか行動しなくなる。これ結構こいつ強いぞ。でもただ攻撃やたら高いけど守りが全体的にやっぱ高いな。やっぱレジェンドだけあるなこいつ。強いわ普通にこいつ。レジェンドだけありますなこれは。これは強いぞこいつ普通に。弱くはない絶対。レジェンド見ていこう、レジェンド見よう。あ、レジェンド下にあるんか。闇丸ドンドロ、虫歯伯爵、きらめき、この辺と組めるのは結構強いと思うんですよね。レジェンド召喚、おった。山吹、ネタバレリーナ。うんちくま、うんちくばかり言う、くま妖怪。あ、うんちくま。あ、そっちのかかっとんや。うんちと、うんちくと、くまが3つかかったやつがこいつなんや。すげえな、こいつ。聞いてもいないのにうんちくを語り出し、周りの人から迷惑だと思われている。うんちくま。確かに、よく見たこいつ、くまやわ。で、うんちくを言いそうな、このなんか、インテリ系。で、うんちを持っとるという。3つかかった妖怪。うんちくま。なんやこいつ。ジジンブイブイー、サボってる。あーまあまあ、変わった妖怪であることに間違いないね。うんちくま、ゲットしました。いやー、これでレジェンド妖怪を、6体目やから、あと2つかな確か。1、2、あと2つってか、あと3体だよ。3体ちゃうわ。激ドラゴン平石や、まあ、まあまあ、ゲットできるとして、この謎のハテナハテナ2つと、あとここ確か発電神やったと思う。うわー、あとちょっとでレジェンドクリアしてまうやん。もうすぐっすね、レジェンド。いやー、来ましたね、レジェンド妖怪の封印が。あと、もうちょっとで全部解けますね。ちょっとまあ頑張りたいと思います。次多分これですね、発電神。で、あとここはよくわかんないんで、まあ、平石の激ドラゴンをとりあえずゲットして、あと2つ。まあまあ調べるなりなんなりして、ちょっとまあ情報を手に入れたいと思います。いやー、結構うんちくま。こいつ結構強そうなんでね。あとなんかこいつ、妖怪落ちバスターズだったらクソ強いらしいですね、こいつね。最強と言われてるぐらい強いという風な話を聞いてるんで、ちょっとまた妖怪落ちバスターズでこいつ使ってみたいなと思ってます。能力だけ見とこうかな、妖怪落ちバスターズ。どんな能力なんやろ。最強と言われてるらしいんですね。どんな能力なのちょっと見てみましょうか。役割。まあアタッカーとかまあやるか。すべてがやるか。アタッカー、あ、強えこいつ。え？え、こいつめっちゃ強ない？ HP455。レベル1で。で、力 S。揚力 A。素早さ S。強し。あ、吸収の術持ってる。あ、こいつ絶対強いわ、これ。レベル1でこいつ強すぎやろ。マジか。他のレベル1は HP390 とかやんな。え、こいつ強っ。ここ。こいつ強くないか？確かに、こいつは、うん、全然 HP の高さちゃうもん。うん。高い。HP がまず400。うん。50?60 ぐらい？伊達ちゃん超えても取るもんな、もうすでに。あ、草薙剛も455あるけど、もうそれと比べても結構、こいつは、強い。どこ行ったあいつ。あれ？消えたぞ。あ、消えたけど。あれ、おらん。おらんな、前か。あれ、おらへんぞ、あいつ。どこ行ったんや、前は。まあ、とりあえず結構、うんちくま、妖怪落ちバスター強そうですね。まあ、普通に使っても強そうなんで、ちょっとこいつはちょっと座ってたいと思います。薄ら影チーム組みたかったんで、この空飛ぶじいさんラスボスと組んで、取り付きチームを作ってみたかったんで、ちょっとまた、育てておこうと思います。はい、というわけで、とりあえず今回は、レジェンド妖怪の封印を解いて、うんちくまをゲットしました。ぜひ皆さんもゲットしてみてください。というわけで今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。